始めてくださいませ。それでお母様を思い出されて作られたんですね。
の新宿にともし火という歌声喫茶っていうのがあるんですが、それを始められたのがこの方ですね。何人かで始められました久保田さんです。その方が作った母さんの歌ですね。Oh,
譜は1ページめくっていただいて、リンゴの歌、昭和20年戦後にね、並木道子さん、桐島昇さん歌われて、戦後のね、暗い世の中がこの曲で明るくなったという歌でございます。次でしょうか。あ、そうでございます、その歌です。あんた持ってかないでよ、私今まで持ってくんだから。Thank you.
また1枚めくっていただきます。高齢列車を行くというすごい時でしょうか。1954年、岡本敦郎さんという歌手の方がね、ありました。福島にある猪苗代鉄道というね、鉄道のことを歌、今はないんですが、その鉄道を歌った曲です。Thank you.
が来る、春が来たというね、こちら明治43年にできた曲、これはもうね、春が来ちゃったからですね、春の訪れを歌った楽しい歌でございます。Thank you.
その方のお父さんですね。お父様は多分これが一曲すごく有名なんですね。あとは、まあ、中田義直さん元気の振る舞いとかいっぱい作った方なんですね。そんな人です。歩き始めたみよちゃんが赤い花をのじょじょ吐いて思えて飼い止まっている。そうでございます。曲もありましたね。次はおぼろ月夜、次のページおぼろ月夜月の砂漠です。はい、月の砂漠です。この砂漠はね、海辺の砂がたくさんあること、山水なんですね。砂漠の砂がね、石片になって水辺の砂がたくさんあるところのことなんですね。千葉の御宿海岸のことを歌っています。すごく幻想的な、すごい素敵な歌詞なんですよ。王子様とね、あの姫様もいてね、ちょっと想像しながら歌ってみてください。私はね、あの女学校でよく歌を歌ったんですよ。Thank you.
歌われた四季の歌、春、夏、秋、冬のレベルで歌われています。昭和51年の曲です。締めちゃいますよ。また春から歌い続けてください。ね、最初は春からですよ。イントロ入れます。はい。
さんね。何回かね、歌っているうちにおばあちゃんの。